天と山から眺めた網走刑務所網走刑務所は法務省強制局札幌強制管区に属する刑務所。犯罪傾向の進んだ者、執行刑期10年以下の受刑者の短期収容を目的とする刑事施設。日本最北端の刑務所で網走川の川口近く三長目山の東側に位置する。公主農業、畜産農業、林業を営む農園刑務所。 自給用を中心にじゃがいも、かぼちゃ、野菜類、金時豆、小豆、永年牧草、肉牛を生産している。木工作業は小物民芸品の製作を中心とし、ニポポは年間約4000本を生産している。養業作業はオリジナル製品として、食器、花瓶などの小物製品を中心に生産している。昭和中期まで使用されていた教会堂、境界道、 国放社城平屋社房といった明治、大正時代の大型木造建築物は博物館あばしり監獄に移築され保管されている。北見市丹の町にある草立家北見峠町上にある中央道路改作殉職者異例の明治維新後の日本は内乱による国事犯や政治犯が続出したため監獄は過剰公金となっていた。同時に布国協兵を掲げて 西洋列強と肩を並べるためやロシア帝国による脅威を防ぐためには、蝦夷地の開拓が重要であった。そこで、1881年に、監獄即改正を行って、時計、流刑、懲役刑12年以上のものを拘禁する修時館を北海道に設置し、囚人を労働力として支益させて、北海道の防衛と開拓を進める政策を取った。また、 刑を終えた後は、北海道に住み着いてくれれば良いという考えもあった。1890年、中央道路の改作工事を行うため、釧路州士官から網走に州都を大移動させて、開設。発足時の囚人数は1392人でその3割以上が無期懲役であり、他の囚人も、刑期12年以上の重罪人であった。中央道路工事は、 1891年のわずか1年間で、網走から北見峠まで約 160km が開通しており、過酷な労働条件による怪我や栄養失調が続出し、死者は200人以上となった。1894年に、囚人死役は、囚人は果たして二重の刑罰を課されるべきかと、国会で追及されるまでの社会問題となり、廃止されたが、民間人や、 外国人などによるタコベア労働は大正、昭和になっても続いた。網走の発展は刑務所設置に大きく関わっているが、以前は地元にとって刑務所は決して好ましいイメージではなく、戦時中には刑務所名変更の請願を網走町が提出している。これは衆議院を通過したものの貴族院では不採択となり、網走刑務所の名は存続することになった。 戦後、高度経済成長期になると、高倉健主演の映画、網走万が一シリーズの人気により、網走刑務所は全国区の観光名所となった。1983年には、網走刑務所の全面改築工事に伴い、旧刑務所の境界道、国社などを一区復元した博物館網走監獄が、天都山中腹に開館し、観光名所になっている。 アバシリ刑務所では受刑者により畜産が行われており、1997年頃から牛肉が生産されている。2015年2月、北海道産和牛として流通していた黒毛和牛の肉の一部を AM サービスが購入し、アバシリ監獄国和牛と名前を付けて、アバシリ刑務所の隣の売店で発売が開始したのが、きっかけでアバシリ監獄国和牛というブランド肉が誕生した。 牛を飼育している受刑者は全員が畜産の素人だが飼育を通じて命の切なさを学習している。日本食肉格付け協会の定める等級で最高ランクである英語を獲得する牛肉も出ている。郵便番号093-0088北海道網走市アザ山頂。ありがとうございます。